ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。私は私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければすぐ帰れた。サボってんじゃないの。私はこのバスに乗って就職面接を受けるためある企業へ向かっているの。次は運転公園前、運転公園前、降りになる方は次で降りなきゃ。てください。はい、地震？強い揺れって？私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は
自分さえ助かればいいのよと思っているわ。恐ろしかった。あんた、大丈夫か？名前は？名前は言えるか？とにかく早く、早くバスから離れろ。こんなのめったに取れないからな。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川崎県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってそこの姉ちゃん。逃げろだ。人を探してる。この辺り、俺くらいの背丈で顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった？そんな男の人は見ていません。逃げ足の速いやつだ。父が、あんなに…すごいな。どうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの？このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？青いベスト？
心当たりはないです。そうですか。私、この近くにある翡翠学院高校の教授で、比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。喜んで探します。すみません、ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。デザイナーを探しに倉庫に行ったときは確かに持ってたんだけど、鍵。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？先生が待ってるわ。一緒に避難するのよ。は？先生？何言ってんのあんた。秀美さん、比嘉先生よ。今年入ってこられた。ああ、新人の比嘉ですね。あいつまた私たちを連れ戻しに来てたんですね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。
無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。出てこられたのだろうか。まったく、どうなったんだ。地震だったわね。
張るから。地獣があんなに。どうしよう。私に何か用ですか？やっと見つけたわよ。手間かけさせるわね。これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ、あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですよね、服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ、向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことならヒロコ、最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは。何言ってるの、そんな。わかりました。ダメよ、それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。任せてください、私が最初にくぐります。ありがとうございます、気をつけてくださいね。すごいわね。あれをくぐらないといけないの？
ひどいじゃないの。もう戻れないじゃないの。みんな気をつけて歩くのよ。ビルが倒れてくるようじゃ。上の方も派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。上側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。
辺りの道路は全部崩れたビルで塞がってるみたいですね。比嘉先生、ちょっと先生、私たちここに閉じ込められてるんじゃないですか。家に帰りたいよ。先生、なんとかしてよ。落ち着いて、焦って無理をしないようにしましょう。比嘉先生、手を洗いたいのですけど、どこも水が出ないんです。なんとかしてくださいませんか。さっきの地震で水道が止まったのね。気になるならハンカチなどで拭いておいてください。え、私は水で手を洗いたいのですけど。大きな地震が起きたの。今まで普通にできたことはできないと思っていた方がいいわ。このあとまた大きな余震があるかもしれないわ。建物が崩れてくると危ないからこの辺りにいましょう。先生、この状況なのに随分と冷静でいらっしゃるのね。今まで何度か被災しているからね。といっても倒れてきたものに足を挟まれて動けなくなってただけなんだけど、必ず救助が来るわ。それまで頑張りましょう。ああ、でも私たち被災者になっちゃったんですよね。まさか自分がこんな目に遭うなんてな。ヒロコったら、こんな大変な時でも一人で行動するなんて、ほんと空気の読めない子よね。どこへ行けば安全なの。火事が起きているらしい。心配だから。ビルが倒れてくるようじゃ。怖くて全然違って見えるわ。店の人間はどこへ行ったんだ。近づかないように。
走って行ったみたいだけど。この側は火事が起きているらしい。心配だから。どうすればいいんだ。外の方が安全かわからないよ。コンビニの方も派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。街が壊れると大きなビルが倒れているんだから。どうやっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。早くしてくれないかしら。早く売ってくれよ。黙って持って行っちゃうぞ。どこ行ったのよ、店の人。まったくどうなっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。
早くしてくれないかしら。早く売ってくれよ。黙って持って行っちゃうぞ。どこ行ったのよ、店の人。まったくどうなっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。どうすればいいんだ。建物の中にいるべきか、外の方が安全かわからないよ。ビルが倒れているんだから、先には進めない。やだ、止めろ。店の人、店の人間はどこへ行ったんだ。大きなビルが倒れてくるようじゃ。どうすればいいんだ。怖くてどこも歩けんな。いつも通る道だけど、全然違って見えるよ。